は。やりますよ。今日。何喋るんですか。今日はこの後もサザンのね。うん、行くから。ライブに。もうおしまい。それだけで頭がいっぱい。<laughs> <laughs> おしまいじゃなくて、まだ。なんかもう、それしか今考え、てもう今うずうずしてます。あ、本当に。じゃ、もう。サザンの。早く。早く。 何が早く早く終わる早く終わらせていきましょう何喋るのよだからどうしようかとりあえず今日あのペン折っちゃったの面白かったねお茶屋さんね番組中にね番組中にねこのこう引っ掛けるところをねあのポッケとかねシャツのポッケとかに入れるそうなんですよこれどうし今後今後こいつとの付き合い方をどう付き合っていこうかっていうことをね考えているんですよ僕はたまにでもいらっしゃいますよなんかテープでさ貼ってなんとかかろうじて修正してねうん するのねこれ家にもう置いておきますそうねなんか刺さったら痛そうだしちょっとその割れた先のところがそうなんですよ残念残念ですでもまだ書けるからそうなの愛用してるものとかっていっぱいありますよねジェイロンさペンは何をさ持ってんのいつもそんなにこのペンケースペンケースなのそれもペンケースっていうレベルの大きさじゃねえぞそれもじゃあ紹介していきましょうかはいささっとちょっと待ったええ 何？ちょっと勝手に見ないで。えっとですね。<laughs> 何このバッチ？それは、ええ、なんだろうそれ。なんかあのフェス。マイク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 で。<laughs> カヌマのフェス。こ このさ、このチョコはいつから入ってるの？ちょっとね古い、あ、そうステージ？それちょっと、うん。これは食べなさいもったいないから。いやでもねこれもね古いですよ。なんすかこれ？パッケージがもうこれは何？破れて、なんなんじゃそれは見ないで。それはあの身にある写真のあるチョコ。セイラン若。それはなんかねあの生放送中ドキドキするのであのちょっと緊張してる時とかに親友の写真とか。 家族の写真、うん、あのね、はい、ボーイフレンドの写真がないっていうのがちょっと残念な話なんですがで自分で言ってる「ちょっと見ないでそんなにじっくり」<laughs> 俺らの写真はないないいっていう、はい、とかね。 うん、あとはなんかこうジップロックに入れられた鹿、うん、の,のそうそうジップロックに入れとかないと千谷さんにいじられちゃうかでもまさかこんな筆箱全部いられるこれ何これなんだろう <laughs> これこれはゴミですよね <laughs> 明らかにそれ映画のチケットじゃない映画のチケットもう印刷全部なくなっちゃってますよこれは思い出の案件なんですよ思い出なのうんよく覚えてないけど何の,の思い出なの何の思い出だろうね覚えてない <laughs> 大した思い出じゃないきっとでもなんか言ったのかな 彼、誰と言ったんだろうね彼氏男だろう。全然見えないわ全然記憶いないわ男でしょ何かしらピンク色のなんかあったりとか USB があったりとかあとはまあ大体ペンとかですねじゃあこれちゃんとしまいましょうははいい。印鑑も入ってる印鑑なのこれそそれのバラバラの一番大事なやつ僕に預けてみない一番大事なんだ一番大事なやつって言っちゃった ちょっと持って帰ろう。はい。壊れたペンも入れてない。よりがとうございまジェイランの仕事カバンの中身。もう一個終わりますよね、ポーチ。これはあの化粧ポーチ。あ、そうなね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。J ポップサタで。ね、さっきから何何？秘密のあ、もしかしてもう一個。はいはい。 ゴミ箱ここにないんですね後でチョコ捨てマイペースだなおいあとなんか変な針金とかもいっぱい入ってたよ針金針金だのクリップだのこのそうそう何かに使うのか大事な判件まだ入れてるのか大事な判件入れるのそれは何捨てだってもう何の映画だかもわからないのに本当に覚えてない撮っておくのなんて書いてあるのかもね読めないわね女性1000円ってか女性の日あきっとレディースデーに行ったやだレディースデー水曜日に行ったやつだ 何の映画かもね見えない気になるわねはいごめんなさい一人言すいませんおしまい、はい